新阪急ホテルは大阪府大阪市北区と京都府京都市下京区にある阪急電鉄系のホテルである。現在は阪急阪神第一ホテルグループに所属し、運営は阪急阪神ホテルズが行っている。かつて高知市、東京築地、兵庫県三田市にもホテルを展開していた運営会社でもあった。海洋東京オリンピックや 東海道新幹線開業に沸いた1964年、大阪北の中心地、梅田に開業した。阪急東方グループの創始者である小林十三が開業させた、新橋第一ホテルにおける特権階級向けではなく、ビジネスマンに使いやすいホテルをという構想を、13の死後、高度経済成長の時期に今度は、大阪で実現させたものである。 阪急電鉄梅田駅に直結しており、また JR 大阪駅や大阪メトロ、梅田駅などの主要ターミナル駅から近く、また1階からは大阪国際空港や関西国際空港行きのリムジンバスが発着している。本館の北には別館である新阪急ホテルアネックスがある。建物の老朽化の進展や近くに、系列のホテル阪急レスパイアが開業したことから、 大阪新阪急ホテルについては2024年度末頃に営業を終了する予定である。遠隔アクセス施設外用外用本館の高稼働による慢性的な客室不足を解消するため、阪急電鉄は1985年北の阪急ビルを建設し、完成したビルの1階と7階から17階に入居した。北の阪急ビルの1階の一部、地下1階、2階、 3階、4階のフロアは DD ハウスという飲食店やフィットネスクラブなどが入居する商業施設になっている。遠隔アクセス施設概要概要、新阪急ホテル初のチェーン店として1981年、京都駅前に開業した。夏季には屋上でビアガーデンが営業している。ホテル前からは阪急バスが共同運行する京都経由の高速バスが、 発着している。ただし、2017年3月31日まで、運行していた福岡方面域のムーンライト号は八丈口側に、あるホテル京班前から発着していた。遠隔アクセス施設概要2006年から、大阪新阪急ホテルで営業するレストランや、宴会場で、メニュー表示と異なる食材を使用して客に料理を提供していた。 連結業績予想の修正及び個別決算における特別損失の形状に関するお知らせ阪急阪神ホテルズにおける構造改革について阪急阪神ホールディングス2021年3月31日閲覧阪急阪神、6ホテルの営業終了へ需要低迷800人削減共同通信2021年3月31日閲覧 阪急阪神ホテルズ、消費者欺くメニュー偽装マイナス47の、料理で表示と異なる食材マイナビニュース2013年10月24日。ありがとうございます。